こんにちは。確かにね、私たちは今スマホとか検索機能に支配されてると私はね思いますね。例えば何か疑問にぶち当たった時に自分の頭で考えるのではなくって例えばね、自分の考えでいろんな説が出てくるわけですよ。そのプロセスが脳を鍛えてるのに、検索してすぐに回答にたどり着くと、その回答を作り出した人は賢かったのかもしれないけども、回答が0から1にパッと行くだけでね、その0から1の間ってものがないのにゴールについちゃう。要するに迷路を解いてないのにゴールに行けちゃうっていう風ないかさまができちゃうわけなんですよ。で、その場では正解がもらえるわけなんですけども、実際に自分の脳は全く使われていない。そして検索結果によって私たちの行動は支配されて誘導されているってことが起きますんで、私たち人間ってのはスマホを覗きながらね、みんなで同じ方向に向かって歩いてるんじゃないかなと。ということは検索結果が大多数の人を誘導しているというふうに言えるんですよ。結局私たちは個人の時代なのに、集合地へ向かっているのか、それともね、集合具へ向かっているのか分からなくなってきてるわけですよ。インターネットってのは、まあ、バカと暇人のものっていうね、そんな本があって、私は10年ほど前にそれを読んだ覚えがありますけども、バカで暇な人がみんなでインターネットをやっていて、賢くって賢くなることに忙しい人がインターネット上にね、答えを用意してるんだと。検索しやすいところに、だから検索をしてバカで暇な人は、あ、これが答えなんだと思ってそこに移動したりとかね、それを見たりとか、例えば誰かがインスタ映えとかやると似たようなインスタ映えがものすごく溢れてくるわけですよ。そこにはもはやですね、個性も何もないわけですよね。みんなで同じものを美しいと言っていて、だからみんなで美しいモデルはこれなんだ、じゃあ自分もみたいな感じでやったりね、スノーが流行ったらみんなでスノーやって、流行ってるねと、ナウイねとかね、ナウイねって言わないと思いますけども、まあイケてるよねみたいな感じになっちゃったりね、じゃあキムタクがイケメンですって言ったら、みんなしてヘアスタイルから何かに真似てね、量産物になっているという例があるんじゃないかなと思います。これは日本に限らず多分世界中で起きているムーブメントなんじゃないかなと。むしろ情報を遮断することによって自分の内側に問いかけた時に、自分がどこに向かうべきかっていう回答のない回答に私たちはたどり着くことができるのかなと。そして間違ってるかもしれないけども、歩み出す第一歩っていうのは間違いという正解を私たちに語りかけてくれるんじゃないかなと思うんですよね。この間違いという正解、これが私たちが今失いかけているものではないかなと思いますけども、いかがでしょうか。